写真拡大モデルの富戸亜さんが2019年10月30日、自身のインスタグラムで、長男との2色、と写真を公開した。写真は、黒っぽい服を着た。富永さんと長男が並んで歩く後ろ姿で、モノクロに加工されているもの。富永さんが、中身も外見もぐんぐん成長する息子いつの、何か同じ背丈になったんだな、シャシャと目線。字を添えているよう、並んで歩く二人の身長はほぼ同じに見える。富永さんは2005年3月に長男を出産。富永さんの身長は179センチなので、14歳の長男もなかなかの長身ということになる。富永さんは続けて、今日という二度と来ない。飛行やって一緒に歩いたことを思い出す時が来る。その時はどんな風になってるかな。私も息子も楽しみだなと感慨深げに綴っている。コメント欄には、ええ、息子くん、愛ちゃんと身長変わらないだなんてシャシャし、大きくなりましたね愛さんみたいなスタ。いるな息子さんかっこいいっすね。すごい二人。で歩いてたらスーパーモデルさんが二人彼氏みたいなど、スタイル抜群の仲良し親子の2ショット写真に、驚きの声が相次いでいる。富永さんのインスタ。では、過去にも幼い頃の長男の写真などが公開返されたことがある。富永愛がシェアした。投稿2018年6月15日午後10時1分 PDT。